今回は、ロシアワールドカップ2018、グループステージ第3戦、日本対ポーランド戦の時間稼ぎのボール回しに対する当時の著名人やネットの反応をご紹介します。著名人の反応。ええ、何この試合。いやいや、そんな試合は見たくない。点を取りに行って欲しかった。でもすごく勉強になった。これが勝負の世界。あの選択が正しかった。理解できる。攻撃している時に弱点ってできるわけです。完璧に守りに入ったら、そのリスクヘッジはできるわけ。そういう戦略。世界に対して恥をかいた。こちらが負けている状況で、別の試合に委ねるのはいかがなものか。遠方から来たサポーターが見たいのは、サッカーの魅力は、感動は、そうじゃないだろう。もやもやした映画と同じ。個人的にはイライラしてた。勝負しろよと。嘘でもいいから2度ぐらいボールをポーンと出して戦うふりをしろよと。ポーランド戦の最後のパス回しを批判するのは頭の悪い証拠。緻密な状況分析による最高の戦術、そして指揮官西野監督の勇気と胆力。あんなに長く時間を潰すとは思わなかった。観客怒るよね。西野監督は大したものだね。俺が監督ならもう1点取られてもいいからサッカーを楽しめと指示した。単純にもっとガンガン行ってほしかったですね。日本めっちゃかっこええやん。ここでガンガン行くんや。負けたとしてもそれはそれで日本かっこええなって思える。勝ちに本当にこだわったやり方、大きな日本の財産になる。ドーハの時はパス回しという文化がなく、最後まで全力で戦ってしまい同点に追いつかれた。今回のようなパス回しを当時していたらワールドカップに出場できてた。日本は失敗から学んで進化した。今回は正しい判断をした。続いてネットの反応をご紹介します。西野監督は素晴らしい決断をしたと思う。日本がポーランドから点を取る確率よりコロンビアがセネガルから1点を守り抜く確率のが高いから当然の判断。批判ももちろんわかるけど、勝負の世界だから結局は確率論。逃げるは恥だが役に立つ。戦略的には理解できるがみっともないプレーであることも間違いない。ひどい試合だったのは確か。エンターテイメントとしては最低最悪のゲームでしたね。この状況に持ち込んだことが素晴らしいと思う。 1-0 で負けても進出できる状態を作ったことに価値がある。この中でランキングが一番低い国なのに強者の戦い方を求められても厳しい。何かを得るためには何かを捨てなければならないっていうのを体現した試合だったな。俺もウイイレのオンラインマッチで最初に得点決めたらずっとパス回ししてるからその気持ちわかるよん。ポーランドチームと輪になってリフティング大会してくれてもよかった。得失点差もつかずフェアプレイポイントで順位決まるなんてことなかなかないし、西野監督の判断に容易に文句は言えないけど、なんかなぁ、コロンビアの守備力と日本の攻撃力を天秤にかけての采配だったと思うんですけど、なんか、後味悪いですよね。ロシア、侍じゃない。日本、忍者です。ほんの数分でここまでの決断をしないといけない監督の難しさよ。セネガルが追いついて敗退したら自分に全責任が降りかかるのを覚悟の上でわずか数分であの賭けに出た西野さんの度胸は称えるべきものじゃないかなと思う。俺なら絶対できない。怖いもん。普通に日本代表史に残る名采配やろ。攻撃的なサッカーを好んでいる西野監督がここまで自分を捨てている姿に感動した。勝つために必要な戦術だと言われても見に行った人は納得しないわな。サッカーが好きでチケット取って現地まで行ってる労力が浮かばれん。お疲れ様でした。まあわざわざロシアまで高い金払って見に行ってこんなパス回ししたらブーイングしますよね。これがバルセロナのパスサッカーか。日本代表のボールキープ率半端ないって。負けたら負けたで何してんの。無理に攻めなくてよかったやんとか言ったりするんやから。結果が全ての世界やし、ああいったやり方も一つの戦法だと思うけど、確かに見ていて楽しいものではないけど、楽しくないからと日本代表を批判するのは大間違い。批判をするなら、このフェアプレイシステムを採用せざるを得なかったワールドカップの運営側に問題がある。日本代表はルールの中で最善の選択をしたわけだからね。悪いのはルール。選手監督は何も悪くない。批判するのはおかしい。これが最善の策だった。っていう人いるけどさ、選手や監督が不本意なプレイでしたが。って言ってる時点でこのプレイは望まれてないプレイってわかってるわけで、それを批判されるのは至極当然だと思う。グループリーグの中でのルールに則ってるから日本は悪くない。リーグ制にしたらこんな大舞台だとこういうことも出てくる。真正面からぶつかってほしいんなら最初からトーナメント制にするしかないよね。